ふるさと便りです。今日は山形の蔵王温泉スキー場の映像で始まりました、ね、ウィンタースポーツシーズン到来ですよ ね、 ですね。後ほど詳しくお伝えします。ではこの土日そして来週の天気どうでしょうか。気象予報士の吉井さんです。おはようございます。今夜から明日にかけては北日本や北陸で冬の嵐になるでしょう。来週は10年に一度レベルの寒さや大雪となる恐れがあります。後ほど詳しくお伝えします。まずはふるさとニュース、ご覧の地域の話題を 4K の映像でお伝えします。はい、最初は山形からです。東北地方有数の規模を誇る山形市の蔵王温泉スキー場で今シーズンのスキー場開きが行われました。気象予報士の吉井さんです。はい、お正月も近づいています。はい、来週22日は冬至です。あ、ゆず湯ですよね。はい、温まりますよね。はい、で冬至にはこんな言葉があります。冬至冬中冬始めです。これ冬至は暦の上では冬の真ん中ですが、寒さはまだ始め、この先が本番という意味です。ただ今年はいきなり冬本番の寒さがやってきそうです。いきなり。はい、冬至の日の上空の寒気の予想を見てみましょう。はい、平地でも雪になる目安の寒気が太平洋側まで南下して、大雪の目安となる寒気が北陸から北を広く覆う見通しです。うん、気象庁は20日頃から広い範囲で10年に一度レベルの寒さや大雪になると呼びかけています。これまで暖かかったんで、はい、急な変化になりそうですよね。ですね。この先の気温の見通しを見てみましょう。はい、最高気温の予想がこちらです。今日まではこう、暖かい日多そうですが、それ以降がこう水色で低くなりそうなんですね。はい、そうですね。明日は各地で今日より大幅に気温が下がって、週明け月曜日は札幌で最高気温マイナス5度の予想です。はい、そして来週後半は西日本により強い寒気が流れ込む見込みです。うん、木曜日は福岡で4度と仙台よりも低いでしょう。はい、最低気温を見ますと札幌は週明けマイナス12度と厳しい冷え込みでしょう。うん、また来週末は東京で2度、名古屋や大阪で0度まで下がる見込みです。広く水道管の凍結や都市部でも路面の凍結などに注意が必要です。うん、雪の範囲も広がる見通しです。はい、週間予報を名古屋から那覇です。水曜日以降は松江や福岡、南は鹿児島まで雪マークです。山陰では大雪となりそうです。続いて札幌から東京です。月曜日までと水曜日以降、広い範囲で大雪の恐れがあります。この土日のうちにしっかり備えておきたいですね。はい、明日にかけても北日本や北陸では冬の嵐となりそうです。はい、今夜の予想天気図です。うん、北海道付近を通過する低気圧が明日にかけて急速に発達する見通しです。この低気圧の後ろからは強い寒気が流れ込んで大荒れの天気になるでしょう。詳しい天気の移り変わりです。今日日中は雨のところが多く、北海道は午後から雪になるでしょう。明日になりますと九州北部など西日本の日本海側でも雪となりそうです。全国的に風も強まりそうです。明日にかけて北日本と北陸では瞬間的に35メートルの風が吹く見通しです。北海道や東北では猛吹雪や大雪に警戒が必要です。はい、そして日本海から次々と雪雲が流れ込む北陸、今シーズン初めて平地でも大雪となりそうです。日本海側を中心に雪への備えが必要です。交通への影響や立ち往生などが発生する恐れがあります。車には冬用のタイヤやチェーンなどの対策をしておいてください。また停電に備えてカイロや毛布など暖を取れるものや雪かき用のスコップなどは車の中にも置いておくようにしてください。
この先10年に一度レベルの寒さや大雪にお気をつけください。では今日の天気です。広い範囲で曇りや雨、北海道は昼頃から雪が降る見通しです。北日本や東日本の日本海側を中心に暴風や高波に警戒をしてください。予想最高気温です。各地で昨日との気温の変化が大きくなるでしょう。東京は昨日の日中より10度高くなりそうです。午前中の降水確率は広い範囲で 40% 以上となっています。午後の降水確率、多くのところで高くなっています。週間予報です。明日明後日は日本海側を中心に雪が降って、短時間で一気に大雪になるところもありそうです。猛吹雪や交通障害などに警戒をしてください。気象情報でした。10年に一度の寒さってちょっと心配ですね。なんか寒さ対策とかされてますか？生姜をたっぷりと食べるようにしてます。あー、なるほどなるほど、うん、体の内側から温める、それいいですよね、はい、あのこちらの寒さ対策どうでしょうか、はい、富山市の動物園の映像です。では良い週末をお過ごしください。Oh!